さあどうぞ皆さんよろしくお願いします。本日はどうも足元の終わりの中ありがとうございます。失礼します。すいません失礼します。さて、阿部コーチ、高橋愛、入籍会見ということにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日司会の私 ABEKOJI 阿部コーチです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやもう本当に早速出てきてんじゃねえよかね、本当申し訳ない、もう本当になんないと今日は質問をバンバンぶつけていただけたら本人たちは答えよなんて言ってますんでね、あ、私は司会の阿部浩二ですから、またあの、なんでしょう、新郎の阿部浩二が出てややこしいですね、申し訳ない感じで全然笑ってないじゃんねえ、しょうがない、外も吹雪いてますしね、こんな吹雪の中でやんじゃねえよって感じね。どんどんですね、ご質問の方していただけたらいいと思うんですが、まずですね、ちょっと新郎と、新婦を呼び込みたいと思いますので、しばしちょっとあのお待ちいただけたら嬉しいかな、ちょっとね、こういうタイプになってるんです、今日ね、そうですね、こういう流れです、OK、行きましょう。ちょっと待ってくださいね、今呼んできますね、はい、新婦と呼んできます。お越しいただきましてありがとうございます。先ほど婚姻届を出してきたんですけど、まだ実感がないんですけど、これからは阿部として、妻として、頑張っていきたいと思います。いや、阿部として妻としてだけだったらほぼ阿部になっちゃうんで、仕事も頑張る的な方向で、ぜひ頑張っていただきたい。さあ、それではですね、新郎新婦に質問があるよなんていう人がいらっしゃったらですね、バンバンございますんでね、言っていただけたら嬉しいかなと思いますけど、2人でカメラの前で出てくるっていうのはどうですか。そうですね、でもこう、2人並ぶのが初めてなので、そうですね、ちょっとどっちかしたらごめんね、ちょっと手に入っちゃって、今一緒に行っちゃって、じゃあ、総責任と、あ、どうぞ、ちょっと、ちょっと、大丈夫です、大丈夫です、そういうのもう言ったんで、いや今言ったんで、みんなに聞きたい、そうですね、こう、なんか今までなんか2人で撮られちゃいけないってことばっかりだったので、そちらの気持ちだったなので、こう2人で並んでこう笑って喋ってるのがすごい不思議な感じはするんですけど、2011年ですかね、その時まだ現役でいらっしゃったんですよね、はい、はい、その時に手をつけた、その時手つけてないんですけど、ちょっとあの言い方もあれなので、私から好きになったので、阿部さんの方ではないので、私が追っかけてたっていうか、あのすごいんですよ、なんか場の雰囲気を盛り上げたりとか、あとステージ上で完璧だったりとか、なんかすごいなと思って、なんかいろんな部分で惹かれた部分はあったんですけど、あとはなんか笑った時になんか出るエクボがすごい可愛くて、はい、なんか本当になんか私から一方的になんかパソコンの指止めないでください、いいこと書いてあります。そうなんですよ、でだからもうアピールだったと思います、私からの。そうですね、まあ、4文字で言えって言われたら可愛い僕はあのちゃん愛と呼ばせていただいてます、ずっともう会った時からそれも変わらないので、なんか変えることができないんですけれども、どうでしょうか。私はもう会った時から阿部さんなので、ずっと阿部さんって言ってるんですけど、うん、私も阿部なので、そうなんですよ、ちょっとそこら辺変えなきゃなと思ってるんですけど、うん、なんかね、別にね、名前のギャグがほら庄司さんとこみたいにあるわけじゃないので、うちは逆にね、そのまあミキティ的な感じで言う IT っていうとね、企業みたいになっちゃうだからなんかね、うまく来ないですね。そうだね。いい感じ、受けた。いいじゃん。あの、改めてなんですけども、今のお気持ちを英語で表すとどんな感じになるでしょうか。ああ。まあそれはもうね、わかりやすい質問で、ラッキー。ハッピーです。あ、そうです。ハッピー、そうです。間違えました。